はい、どうもこんにちは、ノアです、今回はですね、久々に僕の一軍デッキをご紹介していきたいなと思います。はい、まあ、例によってはまたサイ女アバターなんですけど、デッキはこんな感じ。はい、サイ女、バーサーカー、サイヤマン、プティン、ゴアス、イーシンロン、悟空と、灼熱の、はい、ゴッドメテオのベジータです。さあ、お相手が、谷口さんデッキちょっと似てるかな。いや、わかんない。ほぼ同じだけど、多分1枚違いですね。はいはいはい。なるほどね。そう、最近このタイプ結構増えたんですよね。本当に記録源が強い。で、それに伴って2ラウンドアップにすることが多くなったっていう。2ラウンド全域です。怖すぎるからね。なるほどね。まあ、なかなか相手がえぐいというか、まあまあまあ、このデッキを試すには、もってこいのお相手なんじゃないかな。さあ、で、まあ、このデッキなんですけど、はい、見てもらったら分かる通りね、これ、はい、貫通が2体います。イーシンロンはチェンジで感じでしょ。悟空はこれと合体して貫通っていう。まあ、ここがだいぶ強み。で、ほとんど火力にね、特化してるデッキなんですけど、はい、まあ、最先端のゴアシンロンとでも行った方がいいのか。そしたら1ラウンドはこんな感じで撃破するんだけど、あーごめん、プティン下げよっか。で、サイヤマンも下げよう。まあちょっと灼熱のゴッドメテオだけ投げたいなっていうのはあるんですけど、こんな感じでいいんじゃない。で、敵にあれですね、あのサイヤマンゴアスがいるんで、ちょっと今回はだいぶね、きついっていうのあるんですが、まあなんとかしていこう。行こう。さあ、なるべく下げてほしい。マジで、突っ込んできた。ああそうだよね、あれだよね、灼熱打たせたくないもんね。なるほどね、亀裂を狙いに来たと。あ、ここそしたら亀裂してもありだな。いや、まあ一応そっか。あー普通に負けたか。まあいいやいいや。で、多分ここにまた攻撃が行くと思うんだよね。あー行かないか。行ってもらえないと困るな。バーサーガーでベジータ起こしてほしいけど、きついかな。まあ最悪メテオ投げらんなくても合体はできるはずなんで、なんとかなるね。おっしゃ、オッケー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 、でかいでかい。さあ、これで灼熱は打てるね。で、2ラウンドなんだけど、亀裂無効かけて、まああれでもいい気がするんだよね。普通に守った方がいい気がする。で、亀裂さえしなければあれだよね、ゴシータの転送も別にエナジー8個にならないから怖くないし。分かった、そしたらあれだ、戦闘力 50% ダウン使おうかね。あれ使ってさ、先行を一気に取りに行くと。どうでしょう。そう、このデッキは2ラウンド、ちょっと待って、マジで。あー、いた。うわ、うまいなー、うまいなー。はい、まあこのデッキはね、2ラウンド先行にだいぶ長けているので、ちょっとそれをお見せしていきましょうか。だよね、ゴアスで記録減らしてもサイヤマンで回復しちゃうもんね。で、その場合多分ね、7000は出ないにせよ。あー、でも待った、合体させちゃえばいいのか。こっちが合体させちゃえばワンチャン先行アプリなしで取れそうだね。で、亀裂無効かけて全出しかな。それでいこう。よし、決まった。さあ、これで次のラウンドもエナジー妨害。やっぱ超殺気灼熱強いね。うん、超殺気極炎のなんか別バージョンで使ってるんだけど、こっちの方が自分は好きですね。はい、行こう。なるほど、合体させちゃえば先行取れる気がするけど、相手にもね、同じことをされたときはきついんだよね、これ。戦闘力 50% ダウンとか持ってたらちょっときつい。いや、行こう。亀裂もこうかけます。で、相手のアプリがちょっと気になる。なんだろう。あ、ベジットか。オッケー、オッケー、オッケー。それは意味がない。いや、意味あるな。なるほど。一人出しか。あー、まあ、貫通いても技打てなきゃ意味ないもんね。なるほどね、そうきたか。で、メチカブラでエナジー破壊して、
いや、うまいな。いや、しかし相手、維新論出さないと、あれだよね。いや、行こう、行きましょう。このラウンドはとりあえず先行。てかすごいね、やっぱボアス下げられた後に1万6000はすごい。さすがは狭山で、合体の記録回復もあるから、このデッキはなかなか今の環境で刺さってるんじゃないかな。で、お相手が2人出しですね。はい、イーシンロンとベシト。で、イーシンロンに攻撃がいけばいい感じなんですけど、あ、待って、イーシンロン出してない。マジかうわ、イーシンロン出してない。あ、でもメチカブラ下げてる。おー、これはでかい。相手メチカブラ下げてる。そしたらメチカブラのアビリティ発を狙えないので、これは結構ご都合展開なんじゃないかな。だよね、3人か技が打てる。あ、で1C の含めて4人技が打てるから、いやー、2万7000だったら減らせなくはない気がするな。頑張ろう、頑張りましょう。さあ、ゴッド玉もあるから心強いね。行こう、5日目。さあ、これは多分そんなに入らないとは思うけどね。まあそれなりには、あー、いいね、 OK、 3桁じゃないだけマシ。さあ、行くぜ。で、なるべくゴッド玉をレベルまで当てたいね。てか、ワンチャン次のラウンド先行じゃないかな、これ。どうだろう、敵サポーターの記録見るとあんまりないんだよね。やっぱそこはイーシンロンが強いですよね。さあ、どうかな。あー、やっぱチャージはめちゃくちゃうまい。この人チャージうまい。で、イーシンロン決めないとやばいね。さあ、行くぜ。はい、まずはパークト。さあ、どうか、入るか。おお、入った。でかい。で、しかもこれゴッド玉レベルマックスだから、復活封印とチャージインパクトスピード超アップ。まあ、相手最速押せるにせよ、完璧な人はいないはずなんでね。そう、完璧はないから、ある程度は CI の精度落ちるはずだから、これでだいぶチャージは勝ちやすくなる。さあ、これ当てられればでかい。はい、パクト。あー、パクト。はい、パクト、どうだ、入れ、いけ。おー、うますぎる。あー、入った。しかし、いい線はいってる。オッケー、しゃー、どうやー、上回った。さあ、これが強いんだよね、これがね。いやほど見たけどさ。オッケー。あー、でも思いのほか入らないか。1万超えてくると思ったんだけどね。で、これ負けましょうか。いや、やっぱ遅う。あー、オッケー、でかい。ここでミラクル消化はでかい。9500、いや、きつい、さすがにきつい。ゴッド玉も多分ね、言うほど出ないと思う。で、龍拳で戦闘力3000増やそっか。固定戦闘力をここでつけておいて、次で先行取ろう。で、相手のゴシータのアビリティは無効になってるので、あー、でも意外と出る。多分次も先行だと思うんだよね。さあ、行こっか。貫け。まあ、いいんじゃない。次で倒せる。やっちゃおっか。次でどうせ倒せるからやっちゃおう。さあ、これで気持ちね、このダメージは、このラウンドダメージは抑えられるはず。さあ、何気にこのベジットの火力は怖い。で、サイヤマンがゴアス、イーシンロン、プティにかかるから、多分次は先行だと思うんだよね。さあ、どうかな、ここは。ああ、いいね、やっぱ開くね。うん、開く。さあ、全出しで、で、一応クイック取ろう。ああ、でかい。ああ、でかすぎ。
それ強すぎ。ああ絶対先行、絶対先行。2万1000出てるもん。はい、ぶっちゃけもうフリーザー怖くないね。あーまあ全然だし、技も打てるね。オッケー。さあここまで来たらもう記録ゲームは怖くない。で復活封印さしてるので、まあまずまずやられるあれはない。まあ削りきれないっていう可能性考慮したらあるけど、さすがに3900はいけるでしょ。さすがにね。はい、貫通が2人いるからね。で女にも倍増乗っかってるので多分これは余裕で、バーサーカー連携の後に、あれがあるよね。エリート連携じゃないや、プティンの攻撃が控えてるので、まあ、多分バーサーカー連携で1位になったとこにプティンでとどめっていう感じになると思う。いやー強いな、やっぱこのデッキは。今のところは負けてない。あーやっぱあれだ、妊娠のも2ラウンドで出されてたらやばかったね。ただそれだと相手を守りきんなかったから、まあこれは完全勝利と。よっしゃ行くぜ。あーいいねいいね。さあ1回でも決まれば多分勝ち確でしょう。あーおおお、まあ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 、何気に、あーいい、あー意外と入った。 OK。 はい、ということで、今回はですね、こちらの、はい、まあ、サイヤ人女の子デッキで、バトスター挑戦してみました。はい、一応サイヤ女というか、まあ、全部の僕のデッキ合わせて今のところは1軍で、これプラスあと2つね1軍デッキあるんですけど、それは一応手の内をね、まだ隠しておきたいので、一応1個だけね今回ご紹介という形で、皆さんもぜひ使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ノア先生の